島様部には総じて悪評が多い。ただ知能が高かったのは事実のようだ。士官学校を首席で卒業、陸大でも3番の成績を収めた。辻は人情味のある模範的な士官である。しかし一方では決死盛んで横暴な面もあり、強硬で好戦的、過激派とも言うべき軍人であった。戦時中辻はバターン氏の行進においても中心的な立場にあったとされ、シンガポールでも多数の華僑を処刑した虐殺事件を起こした。俺はシンガポールの人口を半分にしようと思っているのだと明らかに罪のないものを含めた華僑自体の排除を起とした。この時の態度が問題となって、戦後は戦犯に指定されていたが、マッカーサーなんぞに死刑にされてたまうかと終戦直後に軍を脱走して行方不明となる。5年後に戦犯指定が解除されると表舞台へと戻り、戦地作家となるベストセラー作品を出すと評判を呼ぶ。そして選挙に立候補し、ついには国会議員にまでなった。しかし辻は1961年旅行先のラオスで突然失踪してしまう。完全に行方はつかめず、遺体も見つかっていない。